あなた。どうして私を助けてくれたの？あなた。あの時の人。もしかして自らの過ちを悔いて罪を洗い流そうとしたの？罰を恐れて許しを請おうとしたんじゃないの？だから私を助けた。ダメ、ちゃんと言って。大事なことだから。いいわ、あなたの言葉で言って。おかしくないわ。私はあなたを笑ったりしない。あなたの気持ちわかるから。それに私もよく笑われたりするわ。下ろして。ここから離れないと捕まっちゃうわ。陸道さん、大丈夫？してくれないの？話は後よ。ここに先生たちが来るわ。あなたまで捕まるのは嫌でしょ。こっちよ。
ここまで来れば平気だわ。何が？もう必要ないから。教えて、あなたの名前。陸道朝日。あのって何？落ちたんじゃないわ。飛んだの。一瞬だけど。どちらでも同じだったら自分の好きな方を選んだ方がいいわ。だから私は飛んだことにする。その方が生きてる意味があるもの。鳥だって空を飛んでるわ。それはいけないことなの？誰の手も借りないつもり。これは私の試練だから。でももしかしたらあなたもいけるのかもしれないわ。なんとなくそんな気がするの。それじゃ。ハルト君、ちょっといいかしら。ええ、そうね。
確かに私の心境は穏やかとは言えないでしょうね。また君かと思わずにいられるほど、私は大人じゃないの。ふーん、どこで私の人生狂っちゃったんだろう。こんなことしたかったわけじゃないのに。まあいいです、この件はお父さんに報告しておきます。最近疑ってるのよね。あなたの体には事件を引き寄せる磁石が埋まってるんじゃないかって。いいわ、後のことは陸道さんから直接話を聞きます。ハルト君は何もしないように。目を閉じて耳を塞いで、できることなら口と鼻も閉じててもらえると助かるわ。冗談よ。でも次にまた騒ぎを起こしたら。私がハルト君の息の根を止めちゃうかも。まさか僕の知らないところでそんなドラマがあったとはね。やっぱり君は僕の想像をはるかに超えた存在だ。一歩間違わないからヒーローなのさ。どんなに窮地に追い込まれても最後の最後だけは譲らない。だからヒーローはヒーローであり続けられるのさ。しかもそれがあの陸道朝日だからね。いや、あの陸道朝日だからこそと言うべきかな。昼間にそんな事件があったのに、授業が終わればまた別の事件を解決しようとする。普段はそうでもないのに、こういう時にだけ湧いてくる君の行動力は一体どこから来てるんだい？いやいや、そう思ってる時点で十分君は他とは違うんだけどな。いや、いいさ、今さら何を言っても無駄だからね。そういうものだとすでに諦めてる。コレクターの件が片付いたら次はアンノウンあたりだろうね。君の矛先が向かうのは。知らないのかい？最近停電が多いだろ？その時にだけ現れる幽霊がいるって話。オカルト好きの間じゃ
今最もホットな話題だよ。電線の鉄塔で感電死した怨霊だとか言われてるけど、真相は誰にもわからない。最近増えた交通事故の原因はその幽霊の仕業だって噂さ。出るにしても運転中だけは避けてほしいね。まあ僕は幽霊よりも現代に舞い降りた天使の方が興味があるね。どちらかといえば僕にとってはそっちがメインだ。擦り切れた現代に舞い降りた可憐なエンジェルよ、罪深き僕を救済してくれ。子供か、どれだけ目を輝かせているんだよ。世の中の人間ってのは君ほど純粋じゃないんだよ。物事は君が思ってるほど極端じゃないのさ。微妙なラインを行き来しながら妥協点に落ち着いてく。どうしても手にしたいものなんていうのは数えるほどしかなくて、大半は運よく手に入ればいいなと思いながらリスクを抑えた立ち回りでやりくりしていくしかないのさ。あわよくばお近づきになれればいいなってこと。こいつめんどくせえわ。そういう君は誰かを好きになったりしたことないのかい？普段もあんまりそういう素振りを見たことないけど。今さらシスコンアピールしなくても十分知ってるよ。そうじゃなくて恋愛対象としての話をしているんだよ。まさかいくら君でもひなちゃんと結婚しようだなんて思ってないだろ。そうは言ってみたものの一末の不安は拭いきれないんだけど。それこそ陸道朝日なんてどうだい？見た目は可愛いし、何より君は更新を成功させた数少ない相手だからね。脈があるんじゃないか？陸道朝日も君にだけは変わり者呼ばわりされたくないだろうね。さて、日が暮れる前にやるべきことを済ませよう。あまり遅くなってひなちゃんを一人にするのは忍びないからね。
こんなところをうろうろしていたら、あらぬ疑いをかけられてもおかしくないね。長いは無用だよ。さっさと通り抜けて教会に行こう。どうやって調べるのさ。まさか道行く人に手当たり次第聞いて回るつもりかい？店の店員は忙しくて僕らの話になんか取り合わないだろうし、サラリーマンはよそから来てるだけだから、リングのことを聞いても知らないと思うよ。まあ最初はここまで来ましたってことで納得しようじゃないか。続報があるまでおとなしくしていよう。教会に行ってシスターと楽しくおしゃべりして帰る。今日はそれでいいじゃないか。そうと決まれば急ごう。もしもおじさんに見つかったら大変だ。可愛いシスターとのおしゃべりが、いかつい顔した現役刑事の取り調べに変わったら目も当てられない。話には聞いたことがある。時代の流れで風化していった教会の生き残り面白そうだ。まあね、他人の事情までいちいち詮索してたらキリがないよ。他人から見て理解できないことでも、その本人から見れば当然の行動だったりするものだ。どうかした？彼女は人間ならそうかもね。宇宙人だとかその類だって可能性もゼロじゃない。非科学的だけど、もしそう言われたら驚きと同時にどこか納得できるね。僕は こら、抹茶を、抹茶いましょうよ。お？アカデミーの制服じゃん。ここ危険だよ。こんな奴らいるし。
何か僕らに用ですか？じゃねえよ、ゴミ掃除が自警団のお仕事なんすよ。ハルト、僕らは少々乱暴なお兄様たちに絡まれてるんだよ。もっと下手に出ないと相手を刺激しちゃうよ。当てちゃうわ。こいつね、バカだバカ。オリンピック級のおバカ様だよ、本当によ。あ、何か文句あんなら口に出せや。まあまあ君も落ち着きなよ。お兄さんも僕らみたいなガキ相手に本気で怒るようなことはしないってですよね。おいおい、おめえ今なんつった？生きがってんじゃねえぞ。あらら、こいつは予想以上だ。わかんねえかな、キャスターが歩いてるのが問題なんだよ。ここは自警団のホーム。見つけちまった以上、けじめは必要だろ。聞いたことがある。歓楽街を縄張りにしているチームで、魔法適性をほとんど持たない暴力集団がいるって。ああ、なるほどね。どうして僕らが因縁つけられたか分かったよ。気に食わないのさ。単純に僕らキャスターのことがね、魔法そのものに好意的な感情を持っていないんだよ。魔法特区であるアガルタにおいて、ここらの一帯だけは魔技の普及率も低いし、魔法警察の管理が比較的甘いのは、そういった思想を持つ人たちが多いからなんだよ。まあ彼らにとっては暴れられれば何でもいいのかもしれないね。君の意見は正しい。だけど世の中には君みたいにまっすぐに生きれない人間の方が多いんだよ。ごちゃごちゃうるせえや。ここはてめえらの来るとこじゃねえんだよ。こないだのやつと同じ目に合わせてやろうか。前にもいたんだわ、おめえらと同じとこのガキ。そいつもクソ生意気なやつだったから軽く締めてやったわけよ。有望なキャスター見習いさんにとって大事なもんなんだろ。俺らにこいつを奪われるのは屈辱だよな。コレクションに加えてやっから、その腕につけてる偉そうなリンガよこせよ。